日本ミュージアムのレストランピーチバレーで料理長をしております友方正人でございます。日本ミュージアムがグランドオープンした1997年からこちらで料理をしてまして、大体23年も経ちましたね。こちらで料理をやった頃は自然農法の食材も当初は少なくって、メニューも、おむすび膳、うどん、そば、あとサンドイッチ、パンぐらいでしたね。で、私たちが料理すると同時に生産者の方々がこれを美保ミュージアムで、そして美保ミュージアムで食べてくださる方が本当健康で幸せにという思いで、どんどんその思いが広がってきて、今ではスパゲッティだとかワインもそうですし、オリーブオイル、スパゲッティが始まった頃は最初はオリーブオイルも有機のものを使ってました。そして、今では自然農法で、オリーブオイルも入ってきましたし、調味料も醤油、あと酢だか甘味料、みりんだとか、砂糖なども、当初は、これなら安全かなというようなものを選んで使ってましたけども、今では 100% 自然農法で、加工品もすべて揃っています。そういう意味では本当生産者の協力あっての、レストランなんですけれども、ここまで自然農法のものを揃えて料理できるっていうのは本当私たちも幸せですし、本当生産者の方々の協力あってこそだと思っています。一般で売られている野菜と集明自然農法の野菜の違いですけど、私はやっぱり、全く別物だなと思いますね。集明自然農法の野菜は使っててこんな変なえぐみがないですし、甘いですし、本当に自然そのままの味というのかな、自然が凝縮している味というか、そういうのを感じますね。例えば人参なんかはあれ独特のなんかこう苦味のようなえぐみのようなものがありますけども、それが本来の、人参の味だなと私も思ってましたけども、集明自然農法の野菜人参であってからは独特の苦味というのかあるんですけど、あるんですけれどもなんかこう苦味みたいな、えぐみみたいなものはあまり感じなくって、で野菜も今も23年経ったと言いましたけども、どんどん進化していってると思うんですよね。グランドオープンした当初は私たちも例えば人参を皮をむいて切って茹でてちょっとそのアク抜きをして、でそしから煮物をするとか使ってましたけども、それをずっと続けている間に人参のこう甘みとか味自体がこう増してきて、要はそのお湯の中に放ってそこで人参の味をお湯の中に逃がしちゃうっていうのがもったいないなって思うようになったんですね。それから人参をじゃあ蒸してみようかと、蒸してちょっと柔らかくして煮物にするとかすると、人参本来の味も、残ってますし、煮物なら煮物の味がちゃんとできる、人参の味のしっかりついた、煮物ができるというふうになってきました。それからさらにずっとこう続けていくと、温度帯によってもねちょっと違うなということで、同じ蒸すでもガンガン蒸気の湧いてる199度100度蒸すんじゃなくって、70度だか75度だかちょっとこう低温でその分少し長めに蒸すとかいうようなことをすると、本当にこう甘みが増して野菜本来、人参本来の味がこう出てくるということを感じています。かき揚げ
天ぷらにするにしても何にするにしても、あの本来の味っていうのをね、しっかり出すのが、あの自然農法の野菜にとっていいんじゃないかなと思います。あの味付けにしても、例えば煮物、先ほどの煮物にしても甘みを入れて、ちょっと塩味を入れて、醤油を入れてとか、こう味を足していくんじゃなくて、逆にこう野菜そのものがもう味を持っているので、それをこう引き出してあげるっていうやり方がね、旬の自然農法の野菜には適しているんじゃないかなと思いますね。で、私たちが使っている食材っていうのも、結局は生産者の方たちが畑で作ったものがここに来るので、世間一般ではあの季節外れのものとか、そういったものもあのスーパー店頭には並んでますけれども、畑イコール旬なので、あの例えば今だったらもう夏になってきましたから、ナスビだったりだとか、まあ、ちょっとトマトありますけど、トマトだったりとかっていうものが、あの私たちの元に届いてます。だからこういったものはもうちょっと1ヶ月前だったりとかしたら入ってきてないですし、本当今だからこそあの使える食材だなと思ってます。このトマトですけれども、あのオリーブオイルと、旬の自然農法のオリーブオイルとこのトマトと、あの塩だけで、ね、ソースを作って、冷たいパスタなんですよ、ね、冷たいスパゲッティとすごくマッチして、あのお客さんの中にはやっとこの季節が来た、冷製パスタお願いしますみたいな、ね、ことを言ってくださるお客様もいらっしゃるので、あの私たちもこの季節は本当楽しみですし、あのお客様もご喜んでくださるので、私たちも楽しみにしている季節でもあります。印象に残っているお客様の声というのは、あのまあ甘いとか、あの美味しいとかいう声がすごく多いですし、まあ、年配の方だったら、あ昔の野菜はこんな味だったとかね、いう方もいらっしゃいます。で、特に私たち嬉しいのは、あの子供連れで来られるお客様がですね、あのこの子がこんなに野菜を美味しそうに食べるなんて初めて見たみたいなね、あのことを言ってくださる方もいらっしゃるので、やはり旬の自然農法の野菜はね、違うんだなと、あの純粋な子どもたちには特に分かるのかなという気がしています。また味覚神経がね、こうなかった方が、あのうちの野菜はね、料理の味が分かったとかね、あの言ってくださったこともあって、やはりその辺でも旬の自然農法の野菜は別格だなと、違うなということは思わせてもらっています。レストランピーチバレーは美術館の中のレストランですので、やはりお客様も美しいものを見てレストランに寄られる、またこれから美しい美術品を見に、本館展示の方に行かれるという方たちがいらっしゃいますので、私たちもやっぱり美しい料理というのは心がけています。でも何よりは、届く野菜の美しさですよね。例えばこの独特のツヤだったりだとか、そういったことが、そのままお客様に出せれば一番ベストだとは思います。あともう一つは、やはり生産者から伝わってくる思いですよね。その思いも、美の中の一つだと思うんですけれども、まあ、この野菜を食べる人が本当健康になってほしい、幸せになってほしい、ぜひ日本ミュージアムで使ってほしいという思いでね、送ってくられる、来られる野菜たちですので、私たちもそこはしっかりいただきますし、もし仮に私たちの手元で料理をするときにですね、今日気分悪いななんて思いで料理しちゃうと、それがそのままお客様のところに行ってしまうんですよね。だから私たちスタッフ全員のね、共通意識として
本当生産者の方から、支援に対する感謝、作物に対する感謝、全部こう私たちのところに来て、その感謝を私たちも受け取って、また次に対峙していくっていう、感謝のリレーというのを私たちの一つのキーワードにして取り組んでます。で、ここのレストランが僕はすごいなって思うのは、その思いっていうのはジムをやってるメンバーもその思い持ってますし、実は洗い場でお皿洗ってくれるおばちゃんたちもその思い持ってるんですよね。だからみんなの力が一つになって、お客様の手元に料理が届く。そうするとそれを食べたお客さんがこの料理の味以外の美というのか、そういったものを受け取ってくれて、先ほどの味覚障害の方だったりとか、この野菜は違うだとか、そういうコメントになってくるんじゃないかなと私は思っています。本当そういうところを大切にして料理していきたいなと思っています。美保ミュージアムがグランドオープンする準備段階で、じゃあここのレストランでは何を出すんだという話になった時に、最初も言いましたけども、野菜とか食材が本当少なかったんですね。自然農法でおもてなしをするというところまでは決まったんですけども、じゃあ何を出すんだっていうふうになった時に、おむすびだとかうどん、そば、パンというもので、穀類ばっかりですねという話になった時に、創立者は種をいただいている、その種の素晴らしさが分かれば自然農法は自然に伝わるということをおっしゃったそうです。もちろん種は土からできますし、生産者の方たちは本当土を、野菜を育ててるんですけども、その前に土を育てるということを、ね、本当されてますので、私たちもその思いというのは、ね、しっかり受け取って、日々料理をしていきたいなと。全国各地、また世界中にね、秋芽自然農法の野菜や食材を使って料理しているシェフがたくさんいらっしゃるんですけども、逆にそういう方たちが作っている料理で私は学ばせていただいたり、インスピレーションいただいたりということもありますね。行司さんのように本当素晴らしい料理を作ってらっしゃるので、そういうところから勉強させていただくところいっぱいありますし、私ももっともっと学ばせていただきたいなと思います。ですけども、私はこうレストランピーチバレーで料理してて、それぞれの立場でそれぞれの方が料理されてますのでね、本当それぞれの立場で、自然農法を理解して発信していくことができたらね、もっともっと世界中に伝わっていくんじゃないかなということは思わせていただいています。今後は、私たちのところにですね、秋芽自然農法の本当素晴らしい野菜を届けてくださっている、生産者の方々との、連絡を、ね、密にして、また私も時間作って、補助にも足を運ばせていただきたいと思いますし、そこからまた学ばせていただけることもあると思いますし、インスピレーションも受けるんじゃないかなと。この自然の中で取り組んでいる方々もね、そういった取り組みを私も共有できたらなと思わせていただきますし、本当ね、野菜届けてくださるこういう野菜って本当貴重だと思うんですよね。だから無駄にはしたくないですし、私たちの一つの取り組みとしてこういう端材とか出てきますよね。でもこれにも実は秋芽自然農法の思いだったりとか、自然のエネルギーだったりとかね、そういったものは十分詰まってますので、例えばスープにしたりだとか、あとこれはどうしてもっていうものはね、私たちも養鶏の自然農法の生産者の方にお渡しして、鶏の餌になるんですね。でその食べた鶏が卵を産んで、その卵がまた私たちのところに来る。で、この野菜の端材を送る。鶏が食べて卵を産んで私たちのところに来るという循環をさせていただいているんですけれども、本当にこういう秋芽自然農法の野菜がね、無駄にならないように、そして
いろんなところでそういう、まあ、それぞれ、端材には端材の役割があってみたいなね、私たち一人一人もそうですけれども、まあ、それぞれの役割でね、自然の方を広めていくことができたらいいなと、そういうふうに思っています。